はい、皆さんこんにちは。今実はダイナミックセーフティーテストの現場で、収録するんですけども、ちょうど今テスト終わりまして、まあ、これは皆さんにこれから YouTube で楽しんでもらいたいと思いますけども、まあ、今回は5月20日の、まあ、頑固一徹自動車学校を、毎週金曜日午後8時からのライブなんですが、ちょうどこの日は全日本の京都丹後のラリーで私いないので、今日このダイナミックセーフティーテストを行った福島県いわき市のあけぼのブレーキのテストコースからコンテンツをお届けしたいと思います。で、今回ですね、ダイナミックセーフティーテストもう30年ぐらいやってきて、生まれて初めて加速 G がすごすぎてちょっとブラックアウトしそうになってですね、一瞬まあ隣に乗ってた石井くんも1秒ぐらい意識なくなって、ふーってこう、ブレーキではこういう G はね、1 G とか、まあ、レーシングカー2G ぐらい慣れてるんですけど、こっち方向慣れてるんだけど、加速 G のこっちの方向ってそんなに F1 乗ってるわけじゃないから、まあ 1G の加速ってないですよね。で、それがね、今回体感でローンチコントロールしたら 1G は出てないと思うけど、加速 0.8G ぐらい出てるのかな。カーンっていった瞬間に意識がふーっと来なくなって、やばいやばいやばいってすぐアクセル戻しましたけど、まあそんな車が出てきちゃいましたね。で、そういう車と、まあ、逆に言えばエンジン車で言えばポルシェ GT3 みたいな9000回転もあるすごい車。だからもうエンジンのすごいのと EV のすごいのを今日同時にテストしたので、もう自分の体のフィジカルがもうヘロ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 でございます。で、このダブルレンチエンジンも、例えばアウディの GT イートロンとポルシェの体感はもうバッテリー床下に置いてるので重心ってものすごく低いですよね。で、前後に重たいエンジンとかトランスミッションないから、まあ完成モーメント小さいんで、もうダブルレンチエンジはタイヤがなんかこうアンダー出るオーバー出るなんてはなくてススッといってしまうんですけど、実は人間が切るステアリングの速度2Hz ぐらいが限界かな。1秒間に2回転だから、それじゃあね、もう全然何の問題のマックススッといっちゃうので、もう人間の手のハンドルをさばく人間の能力をもう車身性能が超えちゃってるので、これからは多分バイワイヤーでステアリングギア比をもっとクイックにしていかないと、まあこういう EV の車両評価はできないのかもわかんないですね。で、あと 40m のウェットの旋回ブレーキも、今日一体何台の車がイン側のパイロンに内側に入ろうとしたか、まあ、ルノー、アルピーヌもメルセデスの C クラスもそうなんですけど、今まで 50R でやっててみんなできてきたから 40R に厳しくして、まあみんなやっぱアンダー出てったんですけど、それも最近はどんどんライントレース性上げてきましたから、このテストもそろそろ次は 35R にしなきゃいけないのかなみたいなところになったんですね。まあ、このダイナミックセーフティテストの結果は雑誌の方ではルボラン、動画の方ではスタチューエンジンで、これから順次配信していきますので楽しんでください。まあ、ということで2022年ダイナミックセーフティテスト春の陣、ここからなんかね、スターウォーズのエピソードの新しいシーズンが始まりそうな気がしますね。だから自動車の新しいシーズン、まあ、つまりそれはケース革命によってその新しい扉が開かれたわけですけども、まあエレクトロニクスを使った電子制御、あるいはバッテリー EV を使った新しいパッケージイノベーション、いろんなものが変わり始めて、まあ、自動車がこう100年間ずっと同じエンジンで動いて人が運転してっていうようなモデルから、まあケース革命によって電動化と電動化で、まあ、新しい時代の訪れを、まあ、今日こそ感じた日はなかったです。ということで、まあ、これから私たちのスタチューエンジンもますます面白くなりますので、まあ、このライブと YouTube チャンネル登録の方はよろしくお願いします。で、今回そうですね、話題的にはいろいろありますけど、まあポルシェ GT3 とかスバルの 2.5 リッター WRX STI とか、マツダロードスター 1.5 リッター NA990 キロ、スタビライザーも LSD もない車、あるいは BMW の M2 シリーズですね、ストレート6のエンジンの気持ちよさ、なんかこうゾロッと最後のエンジン車を今回偶然にも集まってきたんですけど、逆にこういう EV も出てきましたので、
本当に面白い時代だなと思ってます。まあそのさっきねガソリン車紹介したんだけど、実は今回ディーゼル車もあって、メルセデス・ベンツの 220D C クラスで、これは去年のカーボゼイヤで私唯一10点入れた男なんですけど、17インチタイヤ入ってるから、まあ、普通のセダンとしては最良のメルセデス・ベンツなんですけどね、乗るとでもね本当にスムースで本当に使いやすくて、いろんなこうスイッチ系がここまできめ細かくドライバーが使いやすいものを作ってるのかって思わせるぐらい、 ACC のボタンも含めてそういうところのきめ細かい車作りではメルセデスは一番今ユーザーになんかこう寄り添って車作りをしてんじゃないかなと思いますね。でもちろん動的性能も高いですから、でディーゼルといえば、今燃料代が安いですからね、ガソリン代が高いので、軽油の燃料代の安さでメリットはあるかなと思ってます。これはマツダのロードスターで、まあ、990キロ、マツダのこだわりで作った車ですけど、まあ、オープンカーなので、まあ、スタビライザーもなければ LSD もないと言われてますが、まあ、走った感じはなかなか清々しいなっていう気がしますね。で分かりやすいのはやっぱりね BMW とスバル、まあ、スバルは 2.5 リッターのターボで4駆なんだけど、まあ、アイサイト X がついてかなりやんちゃな車ですけどね、まあ、これはこれで楽しいな、まあ、フォードはセダンのスポーツとすれば日本で買える数少ないセダンスポーツで、これが BMW の2シリーズなんですけど、直六エンジン3リッターガソリンターボと FR ということで、一番なんか FR 王道行ってる車ですけどね、乗ると本当にエンジンの気持ちよさっていうのは分かりやすいですね。で今回ですね、このダイナミックセーフティーテストに日産自動車の神山さんというドライバーが、実は神山さんが作ったのがこのオーラニスモで、まあ、心配だから見に来たんですね。でこのあとちょっと神山さん来ますから、神ちゃんとはね R32GTR の時からの付き合いなんで、彼は3233、3435GTR 全部のチーフテストドライバーやってましたから、まあ、一番 GTR を知ってる男ですね。で今はもうニスモ専属で、まあ、こういう面白い車両を作ってるので、この辺の話はこのあと神山さんとちょっと話を伺いたいと思います。乗った？いやなかなか気持ちいいですね。これさ、はい、ルノーの、ルノースポーツが作ってるんだけど、アルピーヌっていうブランドで、だからルノーのニスモみたいな会社だよ。そうですね。はい、全くその通りです。なんでこういうコンセプトが思いつくかね。乗った時、もう着座した時から、もう自分がもう低い姿勢の中にいるじゃないですか。路面が近いところで、もうドラポジも取りやすいですし、もう走り出した時からあれですね、車の動きがもう自分となんか一体感を持ってるって感じします。でもさ、サスちゃんと動くじゃない。動きますね。で普通に常用域で走ってる時の、まあ、応答性っていうのは普通にこう動いてるんですよ。で少し点打が速くなってくると、なんて言うんでしょう、ヨーと G のバランスが非常にいいのと、あとロールですね。ね、ロールしてもさ、跳ね返されないじゃない、バンプラバー当たっても。で、またさらに速い点打になると、それがまたですね、遅れが大きくなるんじゃなくて、遅れがそのままなんか逆に小さくなったような感じになるんです。なるほど、なるほど。でしかも、前後輪の、まあ、切り返した後の、グリップも、もう本当に前も後ろもバランスよくグリップしてて、でその跳ね返される感じっていうのは全くないですよね。まあ神ちゃんとはさ、32GTR の時から一緒だから、はい、もう30年ぐらい前からだよね。でもこれ作ったんだよね。これ作らせてもらいました。これいいじゃない、オーラシリーズハイブリッドで。ありがとうございます、やっぱりニスモバージョンだから日産とはちょっと違った差別化、まあ、あっちのルノーとルノースポーツ、アルピーヌの関係みたいに、はい、まあ、どういう方向のいい車を作っていくかっていうのは、こういうなんか日本ってみんな固めていくじゃない、はい、パワー上げて足固めてタイヤぶっとくして、はいはい、でアルピーヌはそうじゃないところに貝が
求めてますよね。そうですね。だからそういった意味だと、その固めていく、固めていって、なんていうか車、なんていうか車の動き、うん、その印象、うん、でそれをもう体で感じるんじゃなくて、うん、固めてるようには感じないしなやかな足の動きと、うん、なるほどなるほど、いざという時にあのしっかりとダンピングしたり、うん、しっかりとこう前後のグリップバランスを持ってたり、うん、接地感を持ってたり、うん、で非常になんていうか自分が乗ってってね、うん、なんしたらいいんだろう、車となんか一体化を、うん、してるっていうか、 GTR なんかそういう考え方ってあんまりなかったね。 GTR はなんか戦闘機作ってたよな。まあ確かにかもしれないですね、うん、戦闘機っていうか、まあちょっとこう、うん、骨太感でしたよね、うん、なるほど。清水さんもおっしゃってましたけど、どちらかというとまあ GTR はどちらかというとスタビリティっていうんですかね、うん、安定性を重視しながら、まあ300キロは目指したからね、はい、さあしょうがないよね。ところでさ、このオーラニスモなんだけど、はいはい、なかなか速いし気持ちいいし、今回旋回ブレーキすごかったね。ああ、ありがとうございますなんか清水さんがおっしゃってましたよね、あのホールインワンだという。ホールインワン、だって旋回ブレーキでパイロンの方に入ってったからね。ありがとうございますやっぱりこういう車ってなんだろう、もう発想の転換だよね。あのシリーズハイブリッドでモーターで走るとここまで楽しいっていうのは、うん、そういった意味ではなんつうんでしょう、そういった モーターの影響もありますけども、うん、いろんな意味でこうトレース性だとか、うん、あとやっぱりこう切った方向にちゃんと曲がる、うん、しかもブレーキを踏んでても、うん、しっかりトレースすると、意外とこうブレーキ踏んだり電子制御が入ってしまうと、うん、タイヤの縦方向と横方向のバランスが崩れて、うん、ちょっと出気味じゃないですか。この前リリース見せたらさ、ニスモとオーテックが一緒になってさ、はい、GT レースやってるニスモスポーツレーシングディビジョンも一緒になったじゃない、はいはい、だそれなんかすごく面白い車ができそうですよね、うん、そうですね、これからね、うまく連携させてもらって、うん、はい、協業していい方向に、うん、まあ、お互いの良いとこ取りをしながらですね、うんうん、まあ、これ乗った時ね、やっぱり真っ先に感じたのはね、これでラリー出たいなと。ラリーですね。ラリー、まあ、バッテリー持てば多分めちゃくちゃ速いと思うんだよね、はい、どう神ちゃん、ナビゲーターやる？ぜひ、はいはい、まあ、ロールバーつけてくればその辺の初級ラリーポンって出れますから、なんかちょっと親分に話しておいてください。わかります、うん、まあでもね、カミちゃんとは3233、3435、ね、GTR4 世代、はい、よく生きてたよね、ニュールであんな危ない走りしてまああそこはあそこで、まあ、緊張感の中で走りますからね、うん、もう最後あれ7分半ぐらいで走ったんでしょ。7分半、7分35秒ぐらいで、まあ、テストラップですけどね、うん、テストラップでそれぐらいです。まあ、コンソールの中ですけど、うんうん、まあ、今ニュールも危ないからな、もう6分台が出てきたでしょ。もうついていけないです、ね、ついていけないよね。まあね、また死亡事故も出てるみたいだし、ね、やばいね。そんなに速い車作んなくても、こういうアルピーヌみたいな車でも楽しいっていうのは分かってくれば、ね、ロードスターとかやっぱそっちの方向の方がよっぽど環境にもいいしね。そういった意味では、まあ、気持ちよく安定してるし、うん、まあ、結果として速さ感もありますよね、うん、まあ、速いんですけど、そういった意味も、うん、なんていうんですかね、質の高さみたいな、そのバランスさせて質の高さを、ね、持たすっていうのが、うん、まあまあそうだね、これにもその考え方をこう反映はしてるんですけど、うん、まあ、まだ足りないところはあると思ってますので、うん、まあ、ぜひ。なんかもうああいう時代じゃないんじゃないかなっていう気はちょっとしてるけど、なんだお前の口からそれ言うのかって、そういう顔してない？いやすいません。なんかこの感じってさ、はい、マガジンのソウルサーチャーズの感じだね、はい、久しぶりに今日はいっぱい乗りましたね。乗ったね、はいはい、まあ、DSD の話はまあともかくも、はい、まあ、ボンちゃん、うん、この前ジョイタイどうだったの？ジョイタイは7時間の耐久レースなんですけど、6時間半ぐらいでトップ、いえいえ全然トップはいけないです。順調には来てたんですけど、うん、ちょっとサス周りでトラブルがありまして、
フィットでも速くなった？すっごい速いです。あ、そう、あの、まあ、相対的な速さはないけど元から考えれば2分50秒近いとこから始まったんです、うん、ノーマルは40秒ちょっとから今27秒。速いじゃん結構速いですよ。だからモーター駆動なんで低速からの立ち上がりとかすごいし、うん、でのあの LSD 入ってないじゃないですか市販車。 LSD ワンオフで作って、うんうん、それでね多分 1.5 秒とか2秒ぐらい速くなっちゃいましたね。まあそうだね、まあボンちゃんだからフィットハイブリッドで上位体、はい、俺はヤリスで全日本、うんうん、お互い乗り比べしたいよね。そうですね、お互い多分エンジン回転ブーンっていう仕様にしてるわけですよね。そうそうそう、電気 CVT、 こっちはベルト CVT だね。そうそう、だからまあいろいろやってみると、うん、あ、燃費を捨てるというか、うん、ちょっと燃費落ちちゃうかもしれないけど、まあ DST も久々にいろんなのやったけど、うん、結果的にエンジン車が揃ってディーゼルもいて、はい、DV が2台いて、うん、あのブラックアウトするぐらい速いのもあって、そうですね、何なんだ今この時代はと思ったけど、はいはい、あとテストにどんどん合格しちゃう車が増えてるというか、テスト要求を厳しくしないといけないなみたいなところも、東大並みの厳しい試験問題出さないとダメだね、はい、うん、あと今日背が低かったですね、みんな。あ、はい、SUV がいない日って初めてから、はいでもだからみんな EV になってきちゃうと、まあ、充電の問題もテストでありますけれども、ここ、はい、急速充電つけるとかって言ってたけど、はい、でも体が持つかどうか、いや、あの機動トルクの加速感に。あとさ、YouTube で質問もらったんだけど、うん、ペースメーカーの人が、うん、EV 電磁波平気かって聞かれたんだけど、うん、それなんか聞いたことある？ないですけど、当然なんかやってるんじゃないかと想像しますけど、わかんないです、うん、まあなんか電気ってね、いいようで。電車乗れるわけですよね、うん、新幹線、うんうん、あれ電気か、じゃあ大丈夫じゃないですかね。そうだね、まあじゃあ次はまあ、フィットとヤリスのモータースポーツ車両で、車両もお互いに乗り込んで、まあ、トークバトルをするっていうのもやっていきたいと思います、はいはい、とりあえず、うん、今日はあけぼのテストコースで、はい、まあ、10台のテスト終わり。過去最速の0、100キロだったんじゃないですか、もしかして気を失いそうになったもん、はいはい、皆さん、体感乗るときは ETC ゲートを抜けて、フル加速するときは気をつけてください、はい。ありがとうございます。アルピーヌぐらいがちょうどいいですよ。はい、こちらにいらっしゃるのは、ルボラン編集部の佐藤さんです。まあ、いつも DST よろしくお願いします。いつもありがとうございます。まあ、今日もね、いろんな車、無事終わりましたけど、考えてみたら、なんか近いうちにルボランの赤レンガ、はい、いつだったっけ、5月の21土曜日と22の日曜日ですね。そうか、この映像は20日の金曜日夜8時に、収録でライブで放送するんで、ちょうど宣伝になるかなと思って、まあ、その赤レンガの PR したいと思うんですけども、まあ、随分長い間やってますね。そうですね、今年で12年目になりますね。あ、そう、はい、ちょろっと聞いたら、歴代のロードスターと歴代の86を並べるっていうのをなんかマツダとトヨタと一緒にね、なんか仕込んでるそうなんで、なんか面白くないそうですから、まあ皆さんぜひ土日、横浜中レンガで開催します。すごい混むだろうね。そうですね、今年はいろいろとコロナも緩くなってきましたので、人が去年以上に集まってくれるかと思ってます。まあ感染対策には十分気をつけて、でもやっぱりこうリアルな世界って大事だよね。そうですね、やっぱりそれを望んでいた方も実際多いなっていうのを実感してますので、うん、見て触れて、うん、実際に乗ってっていうこともできますので、またいろんなジャーナリストの方も来てお話もいただけますので、うん、非常に、まあ、僕はたまたま全日本ラリーでいないんで、でもダイナミックセーフティーテストもちょっとコーナー作ってもらって、まあ、モニターで紹介したり、まあ、あと雑誌にもいろいろ DST の記事書いてますので、まあ、その辺も見ていただけたらと思いますけども、最近ルボランは赤レンガだけじゃなくて、あと神戸の赤レンガもあるんだよね。そうですね、神戸の赤レンガもやっております、うん、あとは EV ですね。あとそう、 EV でニコタマ、うん、なんとね2年ぐらい前かな、行ってソニーの人とね対談したり、面白いイベントを毎年ツタヤか、そうですね、ツタヤの、まあ、うん、中で、まあ、
敷地の中でやったりですとか、うん、まあ、イーブンイベントは、ニコタマの、T サイト。T サイトですね。うん、それと、神戸の方は、まあ、ちょっと場所はいろいろ変わるんですけれども、あの旧居留地の中で、去年は開催しましたね。最近ね、自動車雑誌もやっぱりこう、リアルなイベントっていうのをね、やりだして、まあ、三重消防がずっとオートサロンやったり、まあ、川倉もやったりしてますから、うん、まあ、なんか雑誌の世界だけじゃなくて、まあ、リアルな世界でモーターショーがねここ 2,3 年お休みですから、自動車自公会何やってんだみたいなところありますけど、やっぱりそういう時は私たちがなんかこうリアルイベントやってみんなを盛り上げて、あの車はやっぱ遊び心がないとね、自動車産業なんかもうダメですよ、もう単なる道具で見ちゃう。そういう意味で皆さんぜひルボランの赤レンガ21、22の土日、はい、横浜のみなとみらいのちょっと先にあるところですね、はい、はい、あそこに行ってみてください。ぜひ皆さんいらしてください、はい、ルボランの佐藤さんでした。よろしくお願いします、はい。まあ、今回2022年5月のこうリアルなダイナミックセーフティテスト、まあ、とりあえず出た新車集めてきたら、偶然にもものすごいそのエンジンのもうピンのエンジンというかね、もうずっと今までこだわってきた究極的なガソリン車、ディーゼル車、そしてハイブリッド、まあ、シリーズ、あと電動車両みたいな電気自動車、まさにね今いろんなものがこう多様化が出てきた時代なので、やっぱり100年続いた自動車産業、自動車の価値が今大きく変わる転換期かなと思ってるんですね。でそういう時代を私たちは迎えて、まあ、今ちょっと円安で輸入車が高くなっちゃうんじゃないかとかいろんな心配事ありますけども、まあ、やがてそういった経済状態が落ち着いてきた時に、しかし自動車はますますいろんな技術が出てくるので、多様な自動車をこれから皆さんは目にすることになると思います。すると自分は何を乗ればいいのかっていうのが難しくなりますよね。まあ、そんな時、私のこの頑固一徹自動車学校スターチョエンジンの YouTube を見てチャンネル登録をして車選びの参考にしていただければと思います。今日は風が強いし、福島県いわきからお届けしました、ご視聴の方ありがとうございます。